はいどうもこんにちはこんばんは、ラウンズでございます。今日はですね、大分のタチウオ調査に来ております。調査です。釣り調査って言っていいのかな、まあ調査にとりあえず来ております。あの調査というのはですね、大分にタチウオが入ってるかどうかという調査でございましてですね、まあ、初めて見る方はね、なんだとなんじゃそりゃと思ってるかもしれないんですけども、あのここ 3,4 年ですね、大分にタチウオが入ってなくてですね、全く入ってなくてというか切断してないって感じです。沖の方に行けば、海ね、船釣りで沖の方に行けばタチウオは釣れてるんですけども、この港の方に一切切断してなくてですね、大分のタチウオ釣りがどんどんこうやってる人がもう今ほぼいないんじゃないかな。ほぼいないというか、ほぼ全くいないレベルでいなくなっちゃいましてですね、まあそのね、大分のタチウオが切断してるかの調査に来ております。そんな感じです。なので最初から言っておきますけど、もうこれタチウオが釣れないという前提で来ておりますので、あの釣果の方は全く期待しないでいただきたいといった感じでございます。釣れるかどうか、まあ釣れてほしいですけどね、まあ、うん、昔みたいにね、こうタチウオ釣りが流行ってほしいんですよ。で自分もともとタチウオ釣りが好きですから、というのでまあ調査に来ております。あの言ってもですね、もうタチウオ釣り歴だけで言うと深瀬のもう2倍ぐらいやってるんで、相当長いんですよ。で今現在ですね、17時44分ということで、今日はちょっと早めに来ました。まだちょっとね、まだこう真っ暗じゃないです、ないでしょ、うん、いつもだったらね、キビナゴを買うのにすげえ時間かかるんですけど、今日なんと2店舗目で、あのキビナゴがスーパーに売っておりましてですね、割と早く来たっていう感じです。ちなみにもう仕掛けとか特に準備してて、もう20分ぐらい経ったかね。だから今45分になりましたけども、20分前ぐらいに着いて、でもう投稿機当てて、もう竿も出してる状態でカメラを回しております。そして今日ね、やってきましたのはここですね、大分県大分市は家島港という名前になるんですかね。はい、ほんとこうどん詰まりなとこです。あんまり釣れない。まあ、いつも深瀬だってのは対岸側なんですよ。ちょうどまあ、あの辺かな。この辺とか、この辺、とかこの辺ぐらいでやってることが多いんですけど、ちょうど向こう側で、タチウオじゃなくて、向こうで深瀬やってること多い。チヌ釣りで、いつもの場所みたいな感じでやってることが多いです。それの今日は対岸側。タチウオはね、こっちの方がなんか釣れるんですよ。向こうであんまり釣れる感じがない。昔からね。釣れなくはないんですよ。釣れたのは見たことあるんで、釣れなくはないんですけども、でも、タチウオこっち側の方が釣れるという感じです。これ、ちなみに、お長島川という川なんですけども、川という名前ながら、奥、どん詰まりなので、こう、上から見ると、こんな感じで。うん。川って言いながら、川流れてない川というか、そんな感じです。ただ、こっちに行くと、海には繋がってるんでね。うん。だから、本当にこう来て、あそこで、ドンと、どん詰まり。あの橋のちょっと向こうで、どん詰まり、というか。完全に流れ切ってる川ではないんですよね。はい。で、こんなとこでね、タチウオ釣れるのかと言いますと、まあ今見てる通りね、全然釣り人、あ、向こうに一人今、まだの、いますけども、こんなとこで釣れるのかと思うじゃないですか。釣れてたんですよ。正確に言うと、釣れてたね。てたんですよ。当時、めちゃくちゃ賑わってた頃で言うと、まあ、14、5年ぐらい前とか、12、3年前ぐらいとか、あと、もうここね、夕方、土曜日の夕方になると、もう、夕方6時で来たら、もうここね、ずらーっと来て、もう人入れないんだけど、みたいな。釣り場所ないんだけど、ぐらいな流行ってた場所です、ちなみに。今は、まあ今日平日っていうのもあって誰もいませんけど、昔だったら平日でも、まあ7、8人はまあ平均して釣ってたかなという場所ですね。タチウオ釣りね。アジとかじゃなくてタチウオ釣りで、もう仕掛け投げたらわかるじゃないですか。キビナゴがついて、キビナゴと、キビナゴは見えないけど、ケミホタルか。電球機とケミホタルがこう、2つの光が飛んでいくんでね。あ、タチウオ釣りだなっていうのがわかるんですよ。だけど今ね、見てたら誰もおりません。まあ、右の方に一人釣り人今残ってるんですけど、あの方多分ね、アジ釣りか何かされてる方かな。この鉄塔が鉄塔の向こうに一人いるんですよ。ちなみにさっき来た時にね、まあ、釣り人たくさんいたんで、こんだけ離れてるっていうか、もともと、あそこに釣り人がね、何人か並んでてやってたんだから、ちょっと離れたんですよ。だって今、ね、だいぶ帰っちゃったんで、5組ぐらいいたのがみんな帰って、今一組しか残ってないっていう感じですね。
はい、ということで、まあ、海の状況なんですけども、こんな感じです。潮があまり動いてないかな、うん、もうライト当ててまもなく30分ぐらい経つかなというとこですね。うん、まあ、ゴミが多いね。こう見てゴミが多い。あれなんかあれ5階っぽいのいない？なんかね、うにょうにょ動いてるやつがいるんだけど、映るかな？と、ちょっとね、見失いました。見失った。なんかちょっと長いやつがうにょうにょ動いてたんで、もしかして5階かなと思ったんですけどね。ちょっとわからないです。確認できません。うん、というわけで、まあ、ちょっとゴミが若干多いんですけども、まあ、海の色からしたら、来た時はね、まあまあ普通の色やったんで、問題ないかなと思ってますけどね。はい。というわけでございまして、まあ、投稿機つけてすぐなんで、まあ、ベイトも少ないかなといった感じなんですけども、そうですね、まあ、例年ならね、このね、伊江島側で、で、ライトを当ててね、やってると、大体ね、小さい小魚みたいなのが売ってきて、それにね、シーバス、うん、復興かな、復興クラスが結構いて、その中でシーバスのでかいやつが2、3匹混ざってたりして、っていう感じのがあったんですよ。何年か前まで結構アジがね、ちょこちょこライトに集まって、それを泳がせで釣ったらいきなりシーバス食ったとかっていうのもあるんでね。はい、まあそんな状況だったんですけども、去年来たかな、覚えてないな。まあ、最近はこのシーバスすらもここでいなくなったような感じです。もう小魚が入ってないんでね、そもそも。まあ、というかもう釣り人、あそこの釣り人も帰ってんのかな、まだやってんのかな、うん、車1台止まってるんですけどね。ちなみにこれ肉がより明るく映ってるんで、肉がの方もちょっと暗いです。車、白い色がギリギリ見えるかなぐらいですね。このカメラだと普通に白く見えますけどね。はい、そんな感じで、今日1日、まあちょっと2時間か3時間か。頑張っていきたいと思います。はい、ということで現在18時33分でございます。当たりありません。ありません。ないんですね。全くございません。10分に1回ぐらい上げてるんでね、ふらっとしてこうやりながら、あ、そうそう、10分ぐらい経ったかな、10分とか15分ぐらいかなに1回上げて、またちょんと投げて、こうフォールのように落としてっていうのはやってますね。ただただこう入れっぱなしっていうわけじゃないんですよ。毎回多分言ってると思いますけど、一回こうふわっとね、上げて、投げて、でこうフォールみたいな落としてみたいなのは定期的にやってるっていう感じです。餌がないと意味ないんでね、さすがに。調査といっても餌ついてないと当たりも何もないんで、それはそうでしょっていう話ですよ。で、そうそう、多分10分ぐらい経つので上げてみましょうか。15分ぐらい経つか。はい。まず右の竿から上げてみましょう。重さありますから、まあ、キビナゴがついてるでしょう。あ、ついてますね。はい。ちなみに今日はね、右の竿、ちょっと短い竿ですね。いつも竿3本あるんですよ。今日もね、こっちは延べ竿、こっちが短い磯竿の 4.5 か、5メートルのやつ。もう一本ね、ちょっとごちゃごちゃ置いてるけど、もう一本ここにこの 5.3 の磯竿のやつがあって、3本持ってきたうちの大体2本使ってるっていう感じです。で、こっちの延べ竿ですね。だ、向こうは今日 4.5 の水深なんで、こっちはまあ 6.3 ということで、まあ、上からちょっとね、道とか出てるんで、こっちは水深4メートルぐらいのとこにキビナゴがあると。こっちは水深6メートルのとこにキビナゴがあると。棚が6メートルか、っていう感じですね。じゃあキビナゴはついてますね。ぐーっと上げてますけど、え？なんか変だな。あ、なんかボロボロになってんな。これはタチウオの食い方ではないですね。見えるかな。なんかボロボロだわ。なんかこれはね、そこの方にいる多分小さい魚が多分なんか食ったんでしょう。ちょっととりあえず一旦ね、ちょっと今カメラ持ってて手が離せないんで、とりあえず一旦入れますけど、下の方になんかいるんでしょうね、小魚が。それがなんかつついて、なんかお腹から食い散らかしてる感じがありましたので、まあタチウオではないです。で、海ね、海の状況的には、どうでしょうかね。どうでしょうかね。なんもおらん感じ。多分満ちてるかな？満ち潮だと思います。
だからライト当ててもう1時間経ってるわけですよ。6時半なんでね、来たのが5時20分ぐらいで、その時からぐらいからすぐライトを点灯し始めたので、まあ、光力が発揮するのが多分ね5時40分ぐらいかな、日が落ちてちょっと暗くなり始めた頃から光力発揮するから、それでまあ1時間弱か50分経ってるんですよ。だけどですねだけど何人もいない、何人もいない、うん、これは一体どういうことでしょうか。ちなみにですけど釣り人ゼロです。ゼロ、左も、ゼロです。誰もおりません、誰もおりません何もいません。まあそりゃ魚いないのに、まあ釣りしないですわね、そりゃ、ね、アジとかなんか釣れればいるかもしれないですけども、もう帰ったんですよ。自分が来た時本当に4組5組ぐらいいたのよ、この角からね、ちょこ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 っと。だからこう自分こう離れているんですよ。でそのうちの一人は深瀬っぽい人もいたんでね、あのちょうど鉄塔があるじゃないですか、あそこにこう真ん前でやってる人が深瀬っぽかったんで、もうちょっと夜遅くまでやるならライトこう邪魔かなと思って、自分がこう気を使ってちょっとね離れてやったのもあったんですけども、でその手前にもいたね、その鉄塔の手前にももう一人いたんで、それから20メートルぐらい離れてこっち自分は来たわけですけども、まあ見ての通りですね魚がそれはみんな暗くなったら帰るよね、うん、それは帰るわ、こんだけ何もいないんだからいやー、ここ10年ではマジでちょっと魚影のなさがちょっとすごいな。あとね、それにですね、いや11月ですよ、11月、もう日が落ちてるんですよ。もう何が言いたいか分かります？半袖ですよ、半袖おかしいでしょ。いや今ちょっと寒くなってきたけどね、うん、もちろん上の着るものはいっぱい持ってきてるんだ、あるんですけど、まあ今これでちょうどいいかなと。多分あと2、30分すると寒いなって多分着てると思いますけど、次動画回るときは着てると思いますけど、そんなに寒くない、まだ現時点でね、現時点で。おかしいよね、もうとっくに11月になってんのに、何これ何これ、ありえないと思う。1ヶ月遅れぐらいですよ多分。大体ね10月になってすぐぐらいでもうこの時期でちょっとね、下がっ、ね、日が落ちて時間が下がっていくと寒くて、この時間でも大体来てますよ、10月でも。何かしらね、過去の動画とか見たんですけど、久々にね、とっくに来てますよ、10月、10月は頭の時点で。今11月でまだ半袖ですから、おかしいよねちょっと異常です今年の気温が、はい、でなんならね、なんなら今日虫もね、虫も結構いるし、これわかる、これわかります、ちょっと反射して見えないか、赤く光ってるのわかります、ここね、蚊取り線香回してます、シートベルト、上からのシートベルトのあれで、ね、蚊が多いのよ蚊が多いし、虫、今日もね虫がまあまあいるんですよ。ちょっともう虫が苦手な人はちょっとね1分ぐらい飛ばしてほしいんですけども、まあこんな感じですね、このちっちゃい点点点が虫です、虫、この辺か、この辺にいるか、これ全部虫です。あ、飛んでったね、ほらこの辺もね、虫です、虫が多い、虫が多い、この照明の周りも虫が集まっております。この時期にこんな虫がいるっておかしくない？まずこのちっちゃい点点点ってあるでしょ、この黒い、これ虫ですから、全部多いだろ虫がちょっとね虫が多くて異常だな。で半袖でいるぐらいですから、暖かいんです、暖かいわけじゃないけど、まあ今ちょうどいいか、やや寒いぐらいになってきたぐらいですけども、おかしいよね、こんな寒くはないかこんな季節に照明焚いたからってこんな虫がやってくるのおかしいです、はい、ということで、まあ今18時41分になりまして、うん、何時頃までやりましょうか、まあ20時30分ぐらいまでやりますか。もう今日暮れがね早くなってきたので、この時期はだいたい調査してないんで、普通ね、普通寒いのよ、もうこの11月って寒いからさ、調査行かないのよ、もう寒くてさ、もうミドラやら何やら防寒着着るレベルで、普通なら寒いのよ、日が落ちるとね。だからタチウオもね、やっぱね水温が一気に下がってくるんで、あんまりね節眼が少なくなるんで、普段この時期来ないんですよ。まあ暖かいんで来てるっていう感じです。
あったかい、あったかいよね。昼間とかあったかいもんね。いやいや、間違いない。今日だって昼間とか半袖のおっちゃんとかさ、小学生、中学生とか半袖で歩いてたんで、いや、自分が変じゃないよね。大丈夫だよね。大丈夫だよね。大丈夫だよね。はい。まあ、そんな感じです。なので、まあ、一応予定としては8時半ぐらいまで、やろうかなと思います。ということで、まあ、ぼっちぼっちと、時間潰しながら、あとは、左のキビナゴもちょっと付け替えて、投げ直したいと思います。あのね、今、こっちの、ベトソ、ベトソ。あ、なんかついてる。なんかついてる。いや、なんか上げようとしたら重かったのよ。で、なんかついてるかなと思って、今カメラを回して。魚ついてんの見えるかな。魚ついてる見えます？ピチャピチャいってんの。何これ、なんかちょっと長い。何これ、よいしょ。ちょっと長い、これ。カマス？カマスだ。え、カマスだよね。カマス。これ見えてる？映ってる？カマスです。カマス、いや、カマスだよな。ね、カマス、え？カマスで合ってるよね。なんかカマスにしてはなんか、え、カマスかな。え、なんだろう、いや、え、こんなんだったっけ、カマス。あ、だこれカマスで合ってる。これカマスで合ってます。多分カマスだと思うんだけど、なんか違うっちゃ違う感じがするんだけど、針はね、もう上顎にガッツリかかってるんで取れない。取れないんだけど、え、これカマスで合ってます。うん、いや、まあ多分ね、夜見るからなんかちょっと違うように見えるだけかな。まあ逃がしますけどね。いや、びっくりした。だからさっきから10分が15分に1回ぐらい上げてんのよ。上げようとしたら重かったから、だから急いでちょっとカメラを回したわけよ。あ、まあカマスですね。まあここ見たらカマスって感じで、ね。まあ、逃がします、逃がします。まあ一応魚影はありましたね。よかったよかった。久々に なんていうのかな、釣れましたね。あと今日のキビナゴがですね、ちょっとあんまりなんかこう、なんていうか、鮮度がない。鮮度がない。今日いつもと違うところで買ったんで、2軒目であったけど、違うところで買ったんで、ちょっとなんか鮮度がないの、ね、よ。あ、もう仕掛けこんな感じです。いや、まあ、とりあえず、魚が久々に1匹釣れましたね。上がった瞬間、アナゴかと。アナゴか海蛇かと思った。ちょっと長かったんだよね。右の竿が今グーってなんか風で押されただけかな。このちょっとちょっと今怪しかったけど、うん、まあカマスはいました。でさっきね、ベイトはいたのよ。ちょうど今竿を一回上げて、こっちを下ろして、でこっちを上げようとしたら重かったから急いでカメラ回したんだけど、その時ベイトはいたのよ。あのちっちゃいあのトウゴロイワシっていうのはまだいるかな。ああ、まあまあ今やりとりのあれでどっか消えましたね。いつものこう小魚がね、ブワーってこう、100匹ぐらい固まっていたのよ。多分、トウゴロイワシだと思うんですけど。いたので、まあ、魚影があったぞと。思いながら、こっちを上げたら重かったんで、もうあれがかかってたんでしょうね。はい。ということで、キビナゴの餌取りは、カマスでした。カマス。美味しいんだけどね、カマス。なんで、多分ね、中にはなんで持って帰らないのかという方もいるかもしれないんですけども。持って帰っての調理がめんどくさい。これだけですね。あのね、3、4匹とか、これまあ動画でちょいちょい言ってるんですけど、3、4匹とかあって、1食分のおかずになるなら持って帰って調理するのよ。だから1匹だけを調理するのがもうめんどくさいんですよ。結局このね、調理しながらも他のね、おかずも作らないと、おかずとしてちょっと足りないんでね。そういうのがあるんで。だ何匹か釣れるなら持って帰るんですよって話ね。です。まあ、キビナゴね。うん。まあ、カマスも、まあ、大分で入ったの久々聞いたというか、
あの前は秋になってくるとカマスって大分結構入ってたんですよ。大材とか日吉丸ふ頭で夕方でちょっとルアーすると釣れるとかね、タチウオついでに釣れたりしたりとか、まあカマス釣り専門でやってる方もいたぐらいなんですよ。でそれで何匹かねそれで釣れればいいんですけど、ここ何年か、ここ10年ぐらいあんまり聞いてないですね、カマスが入ったみたいなのは。だから深瀬でも夕方ちょっとちょこちょこ釣れたりね、夕方だけしか釣れないのよ。だからこの時間に釣れるのも珍しいって感じ。だから入ってきたんでしょうね、こうカマスが。どっか、ここでは初めて聞いた、カマスが釣れたの。しかもこんな時間に、誰もいないですからね。誰もいないんで。こんな時間によく釣れたな、みたいな感じですよ。まあもうちょっとね、久々に立ち寄り仕掛けに魚がかかったんでテンション上がってますけども。そんな感じで。まああとさっきね、トコロイワシのベイトがもう100匹単位でブワーっていたんで、あのベイトをかけて何かしら魚がね、来て、まあ本来なら立ち寄りなんですけども、立ち寄り連れてくれるといいんですけどね。はい、そんな感じで今ですね、時間は19時5分でございます。なのでまああと1時間半ぐらいやったら帰ろうかなと思います。というわけで現在19時40分ぐらいでございます。ちょっと分かりづらいと思うんですけど、風がね、海の方向から結構吹いてまして、あの煙見えますかね、煙、煙突から出てる煙ね、煙が結構横に吹いてるの分かると思いますけど、結構こう風がね、風速 3,4 メートルぐらい吹いてるんじゃないかなと。向こうの方見たら分かるか、あれあれ、この正面画面のちょうど中央とかぐらいに映ってるこの煙突から出てるこの煙、ピンと出ました。これね、これもう煙がさ真横にビューっていってるでしょ。これはもう風速5メートルぐらい、あの上の方はね吹いてるって感じです。まあここはねちょっとまあ囲まれてるんでまだマシかなと、まあ、一応風予報見てきてるんでね、そもそも、はい、まあその想定内ですけども。で、海の状況ですけども、これ今ちょっとどんな状況か伝わるか分かんないですけど、あのこれバッテリーが上がりました。バッテリーが見ての通り繋がっておりません。これ分かります？はい、こんな感じで繋がっておりません。バッテリーが上がって、ライトが消えました。なんかあれさ、若干暗い気がするなと思ったけど消えました。でこれ海に今当ててるのはこれね、この照明、この照明です。この照明、Amazon で買った名前だかな、2800ルーメンとかなんかすごいライトのやつなんですよ。今最大光量で当ててるんですけどね、こうやったらわかるか、めっちゃ眩しいのよ。ただやっぱ投光器ほどの明るさはないとはいえ、これ海の中これ見えてんのかな、あのそこらにキラ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 で、これキラキラしてるのわかります？これベイトがいます、うん、今さら集まってきたって感じ。トウゴロイワシかな、ちょっと今沈みましたね。カメラ上でちょっとどう映ってるかわからないんですけども、ちょっとね、ベイトが集まってきたのでワクワクとしてたんで、ところに、投光器のね投光器のバッテリーが上がって、これ飾りです、飾り、もうバッテリー外れてるんでね、完全に飾りですけども、です。餌はねあれから別に取られた、あ、左側投光器取られたね、こっちが浅い方ね、浅い方は残ってるね、残ってますね、全然残ってる。浅い方、4メートルぐらいねで設置してる方なんですよ、こっちが。こっちは残ったけど、さっきのこっち上げた時にプルプルプルってきて、なんかついてましたね。タチウオではない、タチウオではね、上げる時もスッて上げてるわけじゃなくて、こう最初の方ね、最初の方だけゆっくりスーッとゆっくり上げてんのよ。で途中から少しだけスピードアップするみたいな、うん、でも上がってきましたと。はい、こんな感じで、こっちも今ついてますね。わかんない、さっきプルプルって一回来て、もう餌がね丸ごとなかったんで、まあ多分タチウオじゃなくて餌取りだと思います。まあさ、あの最初に釣れた、何やったっけ名前が出てこない、サゴシじゃない、何やったっけ忘れましたけど、名前が出てこない、さっき釣れたやつ、歯がちょっと鋭いやつ、何やったっけ。まあまあそんな感じですということで、まあとりあえずね、こうキラキラしてるでしょ、これあのベイトですから、キラ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 ってしてるの分かります？ゴミじゃないですよこれ、カメラで、ね、本当どれぐらい映ってるか分かんないけど、結構ベイトがね集まってきてる。ピントが出ません。ちょっとズームしたけど、これ見えてるかな、
なんかこうキラ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 ってなんかしてるでしょ。わかるかな、こうキラ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 ってゴミっぽく見えるけど、下の方にいるベイトです。ちょっとね、上からあ、今ギラッてしたね、あこアジがいるかな、もしかして。結構ね、ベイト集まってる。多分400、500ぐらいいるんじゃないかな、というぐらいね。これキラ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 してるでしょ。ゴミじゃないんで、うん、ちっちゃいこんぐらいの小魚のベイトが肉眼で見るともう4,500とは言わない、もうちょっといるかなぐらいな。結構この周辺、この周辺全部いるのよ。うん、投稿機よりこっちの方が収容力いいのかな、わからないですけど。アジかな、今ちょっとそこに見えましたね、アジっぽいやつが。ちょっと大きめな魚ね、20センチぐらいあるかないかぐらいのやつが見えたんで、まあ、何かしらベイトはいるのかなという感じですね。うん、いいね、この投稿機いいかもしれないということで、まあ、8時半ぐらいまでとりあえずこれでやってみたいと思います。おえ、まだついてるかちょっと待って、まだついてるかな。こっちの竿ね、こっちの竿しか映ってないけど、このノベ竿がグオンって今なったのよ。いる、まだいるかなでも多分タチウオではないよタチウオではない、もうグオンってなったからいるかどうかね、いるかどうか。あ、いるわ、重いもん。あ、プルプルなってる。あ、今ね、グーって持ってったから合わせたんだけど、ダメだったわ。もうちょっとあれした方がよかったかな。あ、餌が完全にないわ。どこ針がどこ、針がわからん。手繰り寄せてきました。あ、餌がね、餌が綺麗にないのと、これわかるかな、ワイヤーが曲がっとる曲がっとるな、これ。でもね、タチオっぽくはない、タチオっぽくはないわ。うん、可能性はゼロじゃないだろうけど、なんだろうね、なんか食った、絶対サボがね、グオーンってなったんだよ。でその瞬間にカメラを向けて回して、だからちょっと今画角が斜めなのかな、その海のあれが斜めでしょ。でこう軽く持ち上げたら重さがグググググって伝わったのよ。で最後こうそのグーンっていったから、その瞬間合わせたっていう感じです。で餌が綺麗にない、綺麗にないってことはもう違うんだよね。タチウオそんなにさ、頭ごと綺麗に食べる魚じゃないん で頭のその硬いとこつけてるから、胴体はちぎれても頭残んない、普通はね。頭のこの硬いところを刺してるんで、でも残らなかったんで、多分そこまで食うような魚ですよ。なんでしょう、なんでしょう、風強えな。はい、ということで、現在ですね、現在20時34分でございます。ということで、帰りましょう。帰りましょう。そこまで寒くないね。今、ジャージね。ジャージ、半袖の上にジャージ着てるだけで、別にそこまで寒いわけじゃないんですけども、まあ、当たりがない。っていうのがもうちょっとね、やっぱね、この時期に当たりがないというのは。あとね、意外とね、こう風が結構バンバン吹いてます。あ、さっきねウィンディのアプリで見たら、西の風風速4とか5ぐらいになってたんで、結構こう吹いてるんですよ。もうこの車の中にいるんでそうでもないんだけど、まあまあ吹いててですねもう風やだなっていう感じです。というわけで最後差を上げてみますか。これ見えるかな、結構下にねベイトがいるのよ。あ、アオリか、アオリだわ。今アオリがね2杯ぐらいいたわ。そう、なんかこうね、分かりづらいんですけど、こんぐらいのちっちゃいね細いベイトが、あの結構いるのよ。ほんと 4,500 っているのよ。キラキラ見えるか分かんないけど、ちっちゃいキラ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 してるのが伝わるかな。結構これにめっちゃいる、肉眼で見える、めっちゃいる。うん、4,500 いるんじゃないかな。もうめっちゃいるのよ、ベイトが。でも生後復古とかも全然いないんだよね。こう見えてるかなっていう感じ、ほんと。ズームしてみる、頑張って。全然わかんねえな。黒すぎてピントが出ない。もうちょっとね、光量がないと無理ですね、多分。めちゃくちゃいるのよ。あと風がね、わかんないけど、マジで風が強い。見てこれ。
煙突が出てこう煙さ、もう真横に行ってるでしょ。もう風速5メートルぐらい吹いてるんだよ、本当に。結構吹いておりますね。でベートはすごいいるんだけど、ほんとね、生後復興系が全然いないんだよね。めっちゃいる。うん、ちっちゃいよりもちらほらいたけども今いないですね。はい、そんなところで帰りたいと思います。その前にちょっと1回ずつね、竿だけ上げておきますか。様子見でね、様子見で今グーッと上げてます。私棚深くしたのよ、一回も足りないから。え、どこ、ちょっと待って、餌どこ、え、餌がない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 です。これ見えてる、見えてる、これ頭だけついて、頭だけキラキラ見える、これ頭だけついてます。あれ、5、6分前に1回あげたのよ。5、6分前に1回あげた時は全部ついてたんだけど、頭だけ残ってる。こっち延べ座をね、延べ座もちょっと1回やっときますか。ぐーっとね、これ最初ねゆっくり持ち上げてんのよ。でそれから重さを感じながら、こう途中からちょっとスピードアップするような感じか。こっちは残ってますね。はい、残ってます。竿に当たって風が吹いてるからさ。違う、この延べ座は 6.3 あるんだよね。意外と風吹くと重いのよ。よいしょ、はい、もうやめますけどね。はい、というわけでございまして、こちらの方調査来ましたけども、タチウオの方はいないです。ベートはいます。ベートはね、このねちっちゃいトウゴロイワシの5、6センチであの細いやつは今めちゃめちゃ無数にいる。4、500ドサーッといる感じなのよ。無数にめっちゃいるんだけど、カメラにちょっと映りきらないね。こういうのに釣られて普通は入ってくるんですけども、あんだけちょっとね、本当動画で映ってるか分かんないけど、めっちゃいるのよ。だけどそれに全然ついてないってことは、まあ、タチウオいないんでしょうねという感じでございます。ということで8時39分になりまして、今回のタチウオ調査終了したいと思います。次回ですね、まあまあそんなに寒くなければ、まあ、もう1回ぐらいどっか調査行きたいなと思ってます。大西か日吉原か、次回その辺に、ね、あっちのやっぱ海に面してる、こうちょっとどん詰まりなんでね、入ってきにくいと思うんですけど、昔釣れてましたから、めちゃめちゃ釣れてましたから、ここ投稿機で最大どんぐらいかな、1時間で十何本とかは昔ですけどね、釣れてたところも時々もあるんでね、この時期ぐらいね、10月終わりと中旬下旬とか、11月、もう11月になってますけども、だからもうシーズン的にこれぐらいの時期ね、釣れた時もあるので、まあとはいえ本当どこ行ったんでしょうね、タチウオは。はい、というわけでございまして、終わりたいと思います。どっかまああと1回、今季1回ぐらい行こうかなと、寒くなければね、この激寒になければ行こうかなと思っております。ということで以上です。ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。